はい、ということで始まりました、柏には負けられない第21弾。今回はパート1、パート2、パート3に分けてお送りします。それでは早速パート1。生まれた時からジェフサポーター、メイン MC はプーです。そして J リーグ大好きアシスタント MC はリーです。よろしくお願いします。もうね、11月も11日、はい、ポッキーの日です。そうですね、みんなで祝おう。ディレクターユー誕生日おめでとう。おめでとうございます。そうなんですね、ポッキーの日なんですね。そうなんですよ、ポッキーの日なんですよね。こいつちょうどね、奇跡的に来ました。奇跡的なこんな収録日、超たまたまね。で、なんか今日まあ11月11日なんですけど、まあ何から話せばいいですか我々。まあなんか大きなことがあったというわけではないんですがって感じだね。まあそうだね、まあなんかアメリカ大統領選かとか、まあね、いろいろ盛り上がりましたし、その話するようなチャンネルでもないし、まああとあれじゃない、あのルヴァンカップが延長になったのは今年の 今週の話かな。そうだね、まあ先週ちょっと疑惑が出ているぞみたいな。まあなんかコロナもサッカー界増えておりますんでね、岐阜とかでも出ましたが。そうだね、まあジュビロもね、なかなか。そうなんですよね、まあ第3波が来てるってところですか。そうですね、ちょっと柏にも結構人数が増えてきてるようなので、ジェフもちょっとね、まあ危機感を持ってやってくれてるのかなと思いますが。まあね、かからないに越したことはないというかさ。そうですね、なんだろうね、もう誰がさ、私金持ってますっていうのがわからないからさ。まあね、本当に怖いスタジアムにも人が入っておりますからね、まあ、最近は。まあ寒くなってもね、やっぱ換気とか手洗いうがいとかね、気をつけながら本当にみんなでね、予防していきましょう。何のチャンネルだこれ。本当だよな。違う違う。もうそしたらさ、これ多分俺らのチャンネルじゃないよ、こんなこと言うの。違うよ、ちょっと。したらもう戻ろう、普通に今まで通りの俺らに戻ろう。そしたらいつもの通り、J2 リーグ第32節、他会場の結果から簡単に振り返ってみましょう。はい、結果はこんな感じ。はい、面白い試合多そうですね、これは。まあそうだね、大宮の低迷とかがさ、かなり拾われがちだけど、まあなかなかね、福岡が、そうですね、あの福岡が松本がね、あの福岡を任したっていうとか、結構俺の中でねでかいんですよ。まあこの試合でドーグラス・グローリ選手とかファンマ選手とか帰ってきて、まあ、これからって時にまあちょっとね、出花くじかれた感はありますが、まああと長崎がね、エジカルジュニオ選手の2ゴールで勝っちゃったりとかしましたが、てかマリノスさ、なんでこのさ荒らしてるな、今年選手引き抜いてって、俺らにティーラトンくれよみたいな感じのこと言っていいの。いやそれな、ちょっとサイドバック欲しいっすね。サイドバック欲しいからね。使ってないだろ、小池来てからティーラトン。そうだね、なかなかベンチにも入んないことが多いので、移籍あるかもね。まあ、あれで確かさ、あれだよね、外国人枠に入んないもんね。そうだね、東南アジアは。タイ。で、なんか、タイに戻るんじゃないかみたいなことも言われてた中、まあ、まだいるので、どうなるかって感じだね。まあ、こんなことを言っていますが、もう行きましょう。はい。第32節山形戦、ジェフの結果はこんな感じです。うい。おい、これひどかったっすね。これでも今、なんかツイッターでもちょいちょいあったけど、今シーズンワースト更新したかもしれないっすね、これは。うい。もうね、開き直って、うん。行こうぜ。まあそうだね。久里、ナイスゴール。いやまあ久里選手はナイスゴールでしたよ、これは。もう入って、結構すぐだったかな。素晴らしいゴールでしたね、これは。もうさ、何がいけないって結構、悪循環というかさ、うん。一失点されるまではさ、別になんか。まあそうだね、結構、いつも通りというか。いつもの感じ。そうそう、いつもの感じだった。取られるまではいい。まあ見ててヒヤヒヤする。うん、見ててヒヤヒヤするけど、まあまあまあな試合をしてた中、一失点してから、まあ怒涛に。ね。お前、なんか守備やる気あんのみたいな。まあなんかミスもあったし、集中力なさそうだなっていうのもあったし、対応しきれないのもあったし、裏も抜かれまくったしっていうオンパレードでしたね、この試合は。まあ裏取られてんのにさ、必死に追いかけないしとかさ、そうそうそう、球際のとこ行けないしとか、こぼれ球突っ込めないとかさ。そうなんだよね、 PK のね、あれも止めたのにっていうね、本当に。まああと新井のこぼれ玉、安田とか見てみるふりみたいな、そうそうそう、田口とかさ、なんで相手しか突っ込んできてないねみたいな、みたいな、
ちょっとさ、いろいろね、不満が溜まりすぎて、この試合。そうですね。そしたら、じゃあ、いつもの通り行ってみますか。お願いします。それでは、山形戦がどんな試合だったのか、プーがいくつかのポイントに絞って解説していきたいと思います。題して、プレイバックジェフユナイテッド。はい、このコーナーは両チームの出場メンバーと試合全体の印象を振り返り、この試合で注目したいワンプレーをピックアップ、そのプレーからキーワードと注目したい部分について分析していきます。それではね、両チームの出場メンバーから振り返っていきましょう。まずはジェフの出場メンバー。はい、まあね、一個前の試合、後半から入った、うん、はい、まあ、下平選手かなり良かった。そうですね。ところが、まあ、そのまま継続して出てきてたりとかね。そうですね。まあ、田口が帰ってきたりとか。帰ってきたね。まあ、他は結構ね、いつも通りが続いてるよね、この試合までは。そうだね。まあ、で、久里がね、点取ってくれたのはとっても嬉しいのですが、まあ、結果的にはね、まあ、その1点だけ。そうですね。得点はなかなか取れてないですね。まあメンバーについて言うのは、まあこれくらいだよね、正直。ちょっともう、まあ変わり映えがね、まあここ最近負けが続いてる中しないからね、怪我で抜けたりとかあるけど。 そしたらじゃあ山形のメンバーも見てみましょう。はい、こんな感じ。はい、山形、まあフィールドプレイヤーに関しては最近出てる選手が引き続き出てきたという中で、はい、ゴールキーパーです。あ、 A ちゃん出てたね。ね、今シーズン、まあ、初スタメンどころか初出場ということでね、まあ、千葉戦だから合わせてきたのか、まあね、今日の水曜日の試合も出ておりましたが、まあ、結構そこ大きなとこでしたかね。そうね、まあ期待したい。オルクシビキとかも結構好きだけどさ、うん、まあ、せっかくジェフの選手行ってるってなると見たい選手でもありますが、まあそうだね、くしびき選手が怪我の中で、まあ誰がゴールキーパー張るのかっていうところはちょっと山形注目ではあるのかもしれないね。したらじゃあ試合全体の印象を振り返っていきますか。そうですね。まあ防戦一方というかさ、なんか何、立ち上がりはさ普通にいい試合をしたじゃないですか、それなりに。まあそうだね、毎度毎度って感じではあるけど、毎度毎度何が歯車狂わせたんだろうね。なんかさ、勝負強さというかさ、なんか気迫がなかったというか、なんだろう、この試合。俺のね、印象はすごい、なんか、強豪校と練習試合している中学生みたいな。なるほどね。マジで覇気がなかった。まあそうだね、それは本当にあったね。結構、山形も攻めた攻撃的なパスいっぱい出すんだけど、まあそれが全部通っちゃうみたいなね。なんかディフェンスに粘りもなかったし、何なんだろうね。まあなんかさ、この何失点目だ、アランピネーロのこのサイドチェンジみたいなのをさ、うん、取られてカウンターされたりとかさ、はいはい、まあなんかミスを狙われることもさそうだけどさ、なんでそのミスをしなくちゃいけなかったんだっていうところ、まあそうですね、まで見たいのね、ちょっとこの先。はいはい、ミスしたことよりもそのミスをするに当たってしまった選択肢がそこしかなかったのかみたいなところ。なるほどね。消極的なプレーが多かった。でもうね、ワンプレーピックアップできねえこんなの。いやもう多すぎてね、難しい話ですね。で今回のちょっと今回のキーワード先に発表させてください。あ、はい、お願いします。今回のキーワードこれです。どこまで届いているのか、新井翔太の声ということで。なるほど。まあいろいろありましたね、試合後に。まあいろいろありました、試合後、うん。ネットニュースにもなってましたね、なんか。そうですね。異例のコメントみたいな感じで取り上げられていました。はい。まあもちろん、人とかもね、それなりにいろいろ言っていたんだけど、うん。まあインスタグラムでね、新井翔太選手がこんな記事を出していましたと。はい。見てください。はいはい。いやまあどんな覚悟で試合臨んでいると。うん。覚悟足りなすぎる。うん。その試合に出た選手が毎試合出れるとでも思ってる？危機感足りなすぎ、戦えず失点するのはミスで失点するよりも全然ダメ、相手にゴールされるなら必死に頑張った味方に決められるオンゴールの方が全然いいと。なるほどね。まあちょっとここまでねのところでもうね、結構不満とかが出ているのか。まあもちろんさ、チームメイトに対してこういうことを、ね、言える選手すごい大事だからさ、まあそうだね、ありがたいですよ。あるけど、まあ
危機感足りなすぎるよねっていうのはちょっとね、うん、感じるよね、うすうす。ジェフの選手、まあちょいちょいさ、荒井翔太選手はさ、試合後のコメントとかでもさ、いろいろ言ってくれたりするじゃん、いろんな取材とかでもこういうこと、うん、ただまあやっぱりこの、まあね、荒井翔太選手本当にキャプテンシーとかあっていいと思うんだけど、やっぱり加入してさ、新加入の選手にさ、ね、やっぱりベテランではあるけど、これを言われるだけじゃなくてさ、ずっとやっぱり長くね、ジェフでやってる選手たちで、やっぱりプレーでね、そう、しっかり見せてほしいよね。そうなんで、じゃあもう一番最後のとこまで飛ぶよ。うん。残り10試合、本気で勝ち点30目指してるやつが何人いるか、そこだと思う。俺はやるよ。頼もしい。まあ、頼もしいよね。ちょっと我々も結構さ、消極的な番組じゃないですか。応援番組と歌っていますが。まあ、そうですね。うん、最近はそこにね、普通になんか、負けるんじゃねみたいな予想立てちゃうようなさ、俺らだけど、これ痺れた、正直。まあね、確かにね。で、まあ本当にね、全試合勝ってほしい。そうですね。からこそ、まあ本当に死に物狂いで勝とうぜっていう人がね、もう本当に頼もしい。で、やっぱキーパーなんだよね、こういう時に。まあね、確かにね。ベテランキーパー。で、まあもう一個ね、記事持ってきました。はいはい。まあこれね、荒井翔太選手のジェフのね、ああね、ホームページの選手の紹介のところの、ね、まあ一言、サポート、ファンサポーターへ一言っていうところ。はい。もう本当に、まあ上から読んでいくと、みんなで団結しようぜっていうところです。まあそうですね。みんなで戦おうよと。で、まあ、久里選手とかもさ、いろいろコメントとか出てたけどさ、うん、インスタグラムに。はいはい。とにかく、やっぱさ、まあ出てる選手、ベンチに入っている選手外も、うん、みんなで、一致団結して戦っていかないと、うん、この先もう本当に良くないと。まあそうだよね。まあやっぱね、サポーターもね、我々もね、やっぱ一つになって、もっともっとやっていかないとね。まあ久里とかさ、この荒井翔太選手とかさ、やっぱり J1 のさ、強いクラブで優勝とか経験してるわけじゃん。いろんなカップ戦とかでもさ。そうだね。そう。やっぱりその時、やっぱり俺は広島のさ、すごい好きだから久里とかも、バンバンね、優勝した時とか知ってるけど、やっぱり控えの選手とかさ、やっぱりサポーターとか、スタッフとかが結構やっぱり一丸になって、ね、戦ってるっていうところをしっかり経験したことがある人たちだからさ、やっぱり思うところはあるんだろうね。俺はもうね、未だにね、覚えてるよ、本当に。ナビスコ優勝した時のさ、なるほど。俺ね、決勝戦よりも、初めて優勝した時の、準決勝、臨海競技場で、うん、浦和レッズ戦と、浦和レッズ戦ですね。あれは確か。そうなんですか。臨海のスタンドが壊れるんじゃないかってくらいレッズサポーターが、あの臨海のスタジアムを、まあね、飛び跳ねて、うん、ビビったけど、やっぱりそれでもね、もう本当にチームの後、サポーターたちの後押しでね、勝ったんですよね、あの試合。うん、いやあれ一番、俺ね、本当、人生で覚えてる試合であれが一番上がったわ。ああ、なるほどね。しかも俺さ、なんかチケット悪くてさ、結構浦和寄りのバックスタンドに指定席座ってた覚えでかんのね、はいはいはい。だから結構さ、ジェフが点取った時、よっしゃーとか言ったら、なんか周りのレッサポーターにめっちゃ見られるみたいな。怖いよね、ちょっとね、小学生。怖いよね。そんな思い、そんな思い出がある。なるほどね。けどまあ本当にね、相手を圧倒するチームにね、相手を圧倒するサッカーをやる。で相手を圧倒する、まあ、サポーターの応援とかがあるみたいな、もう本当にこれからチーム一丸となってやっていきましょう。はい。いや、もうパート1これでいい？俺もね、ちょっとパート2行きたいんですよ、早く。間違いない。まあ簡単にさ、次の試合一応さ、選手上げちゃったからさ、ちょっとだけ、あ、そっか、ね、そう、振り返りはしとこうか。振り返りしておこう。一言だけちゃんと出たのでね。出たからね。まあ一応上げた選手誰かって、船山選手上げましたね、我々。はい。まあこの試合なんか良かった選手って誰かって聞かれたら、俺の中で荒井翔太選手と、まあそうね、気迫出して、まあ久里選手と、あとまあ鳥海、まあそうだね、俺の中では頑張ってたかな、頑張ってたかなっていうの。それ以外は結構もっと本当にね、ガツガツいってほしいし、うん、結構さ、なんかさ、汚いけどさ、まあアンドリューみたいなちょっとさ、荒いプレーとかでもいいからさ、ね、ファールもらってもみたいなところだよね。ガツガツ行くところもちょっと見たいよね。そうですね、勝ちに貪欲な姿を。まあこれ以上なんか言うとちょっと
疲れが、はい、めまいを起こしてしまいそうなので次に行ってもいいですか。ディレクターゆうさん、いいですか。あ、許可が出たのでここでパート1終わらせてもらいましょう。チャンネル登録、チャンネル評価の方よろしくお願いします。お願いします。またツイッター、インスタグラムもやっているので SNS のフォローの方もよろしくお願いします。それではまたパート2で会いましょう。柏には負けられない。